私の大切なお宝はね。ハッピー、ラッキー、スマイル、イエーイ。これよ。え？ハッピー、ラッキー、スマイル、イエーイ。この掛け声よ。掛け声？それが心のお宝ってこと？そうよ。この掛け声をかけるとみんな自然と笑顔になれるの。とっても素敵でしょ。眩しいお宝だ。すごいね。まるで心ちゃんの気持ちがまるっとお宝になっちゃったみたいな綺麗さだよ。そう、私は世界中を笑顔にしたい。その気持ちからこのお宝が生まれたんだわ。なんかいいな、そういうの。てか、そんな大切なもん、いくら心が分けてくれるって言ってももらえないよな。そう？でもこの掛け声をかける人がたくさんになれば、笑顔になる人がすごい速さで増えていくと思わない？それってとっても素敵なことだわ。でも…えい、おー、スカーレット？どうしたの？えい、おー、これ、その、私たちの掛け声。これが私たちの宝物。この掛け声はあなたたち怪盗団のどんな気持ちが込められたものなのかしら。怪盗さん、教えて。スカーレット、説明しちゃってよ。私が？そうだな。AAOには、その、私たちがいつまでもずっと一緒にいられるようにって、そういう気持ちが込められてる。だから、これは誰にも渡せない。スカーレット！私たちの大切な宝は、心にあげられない。だから、心もその宝物は、ずっと大切に持ってて。素晴らしいわ！あなたたち、とっても仲良しなのね！怪盗団って、もしかして悪い人たちなのかしら？って思っていたんだけど、こんなに素敵な人たちだったなんて嬉しいわ。まあ、私たちはもともと世直ししたくて怪盗団始めたしな。悪い奴らじゃないよ。っていうか、キュウちゃんなんで泣いてるの？だってスカーレットがエイエイオーを、私たちの大切な宝物だって言ってくれたのが嬉しくって。あれは心を説得しようとしただけだから。キューティーちゃん、よかったね。いやー、スカーレットのおかげで大切な宝物に気づいたよ。あれが本心ってことだよな。ほんと違うし。君たち本当に素敵な怪盗団だね。君たちの絆に私たちの心はすっかり虜さ。そう、君たちは私たちの心を奪った。なんと恐ろしい怪盗だろう。カオル先輩、やっぱりかっこいい。そうか。いろいろあったけど、今日楽しかったね。ね、楽しかった。今日の写真 SNS にアップしたら、学校のみんなもびっくりするだろうな。私たち一躍有名人になっちゃうかも。ツグが捕まっちゃった時はどうなることかと思ったけど。実はあの後、カノンさんとハロハッピーさんとお茶してたんだ。そうだったの？私はカオル先輩が呼びに来るまでミッシェルとハグからずっとくすぐられてたよ。非
とうまい。にしてもまさか瀬田先輩が仕組んでたことだったとはな。怪盗団に興味を持った心ちゃんのために瀬田先輩と黒服の人たちが用意してくれたんだっけ。すごいよね。けど心はなんで怪盗団なんかに興味を持ったのかな。お宝を差し出すつもりでいたなんて相当じゃない。もしかしてむしろ自分のお宝を広めたかったんじゃない。世界中を笑顔にするための掛け声をさ。あの掛け声をやる人が増えれば笑顔になる人がすごいスピードで増えていくかもなんて言ってたし。だから何もせずにすぐにお宝を渡そうとしてきたのか。でも私たちには私たちの宝物があるからね、ラン。うるさいな、もう。ふふん、顔真っ赤じゃん。あの時はついついランの中に眠るもう一人の素直なランちゃんが目覚めちゃったみたいだね。来るひまりは嫌い。はいはい、ランも私が大好きだもんね。